そういった事実がなかったという、そういった声が今日本国内で高まっている中で、それを決して許さない証拠としてですね、その写真を残したということを私たち貴重だと思いまして、写真展を開きました。日本政府としてきちんと責任を取って謝罪をしてないし、日本で本当に残念ながら安倍政権の下でひどい状態ですけども、本当にこういう貴重な写真っていうのは本当に大切な資料だと思いますので、本当に多くの人に見ていただきたいなって思っています。そういうことを言葉じゃなくて映像とかその事実のものとして見せておくことが一番いい教育になるかなと思ってます。あそこの写真とかがちょっと怖くて、本当にあったのかって。今の日本は憲法を変えようという非常に危険な動きになってますけども、もう決して許されない、本当に歴史を変えようとする、捏造する、そういった動きだと思ってますので、まあそれを絶対に許してはならない。この歴史的事実を否定し、